して答えたくなくなったっていうねことについてねお話ししていこうかなと思います。まあね、その求められることに対して答えたくなくなったって、まあどういうことだってね、何言ってんのこいつって思われたかもしれないけど、もともとね、俺の性格的に、まあ対人関係、友人関係、まあ、あとはその仕事だったりとか、まあ何かこう一つの物事に対して取り組めようってなった時に、ここまででいいよって言われたこと以上の成果を出せるように、まあ、努力をするタイプだったり、本当はここまでやってくれてたら嬉しいんだろうなとか、ここまでやってくれたら喜ぶかなみたいな感じで物事に取り組んでいくタイプの成果だったんですよね。それがなんか最近で、まあなんかできないわけじゃないんだけど、答えたくなくなった。もしくは、なんだろう、そうね、したくなくなったみたいな、そんな感覚になってます。で、ね、この理由っていうのがね、多分何個かあって、まあ、一つ目は、自分自身が、なんだろう、そういう風にこう、やることによって、本当だったらさ、まあ、やる気本願ではなくて自分で努力してスキルとかをこう身につけていかなくちゃいけない場面って、そっちの方がでも多いと思うんだよね。勉強でもそうだし、まあ仕事でもそうだし、自分自身のスキルアップだったりとかね、まあ車の運転とかで比べると分かりやすいかもしれないんだけど、助手席に乗ってたらさ、なかなか道覚えないじゃん。とか、あとまあ、最近で言うとさ、カーナビとかがさ、めっちゃ普及しててさ、昔はその、地図を見ながら、どこどこを目印にしてとかってしょったのが、今はもう、Google マップとかでさ、どこどこって言ったらさ、どんな方向を持ちない人がある程度の場所なんだったじゃん。その結果、道をあんまり覚えようとしなくなって、まあ、俺もそうなんだけど、まあ、そんな感じでなんか当たり前になんかしてもらえる環境とか揃う環境に置くと、なんだろう、その人自身が成長していかないとか、その人自身のためにならないんじゃないかなって思って、まあそうね、プラス自分が良かれと思ってそういう風にしてることっていうのが、ひょっとしたら相手のなんかそういう成長のチャンス、機会をね、奪うことになってるかもしれないっていうのも、自分の中でね、これね、別の動画でも言ったことあるんだけど、ずーっとなんかそれがね、もやもやして残ってたんで、まあだから、こう、もうやらないっていうようなね、感じになってきちゃって、まあでも困ってるってなったら、まあ、それとなーとは、ね、フォローはしようかなと思って、まあ、友人関係とかでもそうだよね、きっと。この理由はあれだね、難しいんだよな、これもな、まあ、この理由も難しいんだけど、これ自分自身のことになるんだよね。まあ、なんかこう答えたくないの本当のなんかもう一個の理由っていうのは、これまあ俺自分ですげえ性格悪いなって思ったんだけど、ここに行き着くまでに、まあ、めちゃくちゃ長いこう葛藤みたいなのがあったよね。でさっき言った理由と俺が今から話すこの理由って多分半々ぐらいの割合になっちゃってるよね。で、その理由っていうのが、その、もともとさ、その、スキルとか知識とか、まあ効率だったりノウハウっていうのはさ、自分自身でやっぱこう、もちろん周りの助けがね、あって初めてできるっていうことも多かったんだけど、自分自身で努力して身につけるっていうことが、まあ、まず大事だと思う。で、そこに至るまでに、やっぱ相当自分自身はこう苦労を、だいぶあれだけど、まあ、しなくちゃいけないよね。それがなんだろうな、こうフリーツールみたいな感覚、まあ、便利道具みたいな感じで、なんか困ったらとりあえず、頼るとは違うみたいな。頼られるとはなんか感覚がちょっと違う。なんか難しい案件とか、めんどくさい案件だったら、とりあえず少し
ちろん助けるし、やんなくちゃいけないのは分かってるんだけど、なんか搾取されてるような感じがすごく、努力もしてないし苦労もしてない人からなんかそのただひたすらにその知識ノウハウだけをこう搾取されてるような感覚になってしまってるよね。まあ相当僕はそんなことないかもしれないし、やっぱ俺自分自身でねそう思ってしまうところも性格悪いなと。でもやっぱ目の前で困ってる人いたら何とかしてあげなくちゃいけない、してあげたいっていう気持ちになるから、なんかね非常になんか生きづらいというか、まあ人によるんだけど、でもあの人にはこう、この人にはこうケースバイケースで適材適所必要なタイミングっていうのが本当はあるんだろうけど、またそれがこう一律同じような対応で、まあ、その件に関してはちょっと難しくて、やっぱ平等に関わっていきたいってやっぱ思ってるから、まあもう答えれんことはないけど答えたくないみたいな、そんな感じでね今なんかなっちゃった、ね、さっき理由2つあるって言ったね。これもね自分自身の感情なので一番自分がよく分かってないからなんだって思うんだけど、ひょっとしたらさっき言ったこの2つ目の理由をなんだろうな、正当化するではないけど、そうね、正当化するが正しいのかな。さっきの1個目の理由を言うことによってこの2つ目の俺が今喋ったような理由をだから仕方がないよねって自分に言い聞かせて正当化してるような、なんかねそんな感じがする。実際はそんなことないんだけど、それが面白いかちょっと分かんなくなって、でもなんか正当化しようとしてるような気がするんだよね、なんか自分で。ってなるとやっぱ俺性格悪いな、なんかそんなこと延々と思うようなのは考えてしまう感じ。あとはなんだろうな、そのこんなに言うとまたちょっとあれかもしれない、当ててもらう機会がまあ少ないよね、自分は。その職場とかでもそうだし、あとはそのプライベートとかで友達とね、まあ、遊びに行ったりとかっていう場面とかでも、なんかこう、してもらうよりもしてあげることの方がやっぱ多くて、でもそれって自分が望んでやってることだからさ、別に問題はないわけ。まあ、だけどなんかふとした時に、ああって思う場面があったり、すごい不思議だよね。なんかね、そんな思うんだったら、なんかやらなければいいってね、言われてもしょうがないじゃん。言われてもしょうがないから、多分今回そこに行き着いたんだろうかな。まあね、いろいろあるけれども、相反する自分の気持ちだったり、矛盾する自分の気持ちだったり。どれが正解なんだろうよく分かんないもんな。でさ、そんなことを考えながらさ、もう適当に車をね、走り続けたわけ。そしたらね、大分県に来た。頭おかしいでしょ。だけは待っちゃう。時間運転したの。まあ流せるかどうかわかんないけど、